はい、皆さんこんにちは、榊敦です。まあ私一応ね、肩書きがね、住宅ジャーナリストなんですけどね、時々不動産ジャーナリストにもなるんですよ。まあ何でもいいんですけどね。榊マンション市場研究所主催とかにもなるんですけどね。まああんまり気にしてない、人間なんで、どうぞよろしくように、この3つのうちね、使いたいの使ってくださいって言うんですけどね、あのメディアさんに出るときは。一応だから不動産についてもあれこれと、ついてもっていうことはないね、ついて、不動産についてあれこれ言うのが商売ですんで、それもちょっとやってみようかなと思います。あのもうごくごく基本的な話なんですけどね、皆さん一度は不動産買ったり借りたりしてるはずなんですよ。借りるなんてはまあまあ何度でもしますよね、本来ね、そんな学生でもない限りは、なんかマンション借りるとかっていうのはもうそれをせんことにはマンション暮らせませんからね。まあ自宅がちゃんといいところにあるんやって話は別ですけど、で借りるときもね、買うときもね、そうなんですけど契約しますでしょ、契約書交わすでしょ。でまあ学生さんやったらね、親の名義で借りるかも分かりませんけど、まあ大体自分でも、そのうち自分で借りるようになりますからね。まあ、せかね、この動画学生さんは見てないと思うんですけど、まあいいけどで、まあ、自分の名義でやると契約をするでしょう。で契約する場合にはですね、この不動産の契約の場合にはルールがございまして、仲介業者を通して買う場合ですね、その仲介業者に課せられる義務がいろいろあるんですけど、そのうちの一つがね、重要事項説明というのがあるんですよ。その重要事項を説明しなさいと、簡単にもその言葉の通りなんですけどね。でどんなことを説明するかっていうのは、大体もう国交省かなんかのフォーマットがあって、それに沿って、説明していくわけなんですよ。あの土地やったら土地、一戸建てやったら一戸建て、マンションやったらマンション、それぞれフォーマットみたいなのがあってですね、それに即してバーッと説明をしていきます。で、もう僕なんかねなんていうかこう業者みたいなもんですから、本当もうなあなあの時にはですね、ちょっともう分かった、呼んどきますからいいですって、はしょりましょうって、呼んだことにしますから、聞いたことにしますからって、で最後にね、確かに聞きましたって署名するんですよ。もうまあそれさえあったらね、業者側はいいんですけど、ただ大体ね、クソ真面目にあります。はい、重要事項説明っていうのは、売り手にはしません。当たり前ですけど、その物件の持ち主ですから、今度その物件を取得したり占有したりする人のために、この物件はどういう物件であるかというのを説明するもんなんですよ。であれずっと読んでいくんですね。で結構ね、短いのでも5ページぐらいありますから、退屈ですよ。でほーっと聞いてるんですけど、ただね、時々ね、それ何みたいなのがある。そういう時ね、皆さんね、どうぞ聞いてください。説明してくれますから。そこでね、言い淀むような不動産やったらね、危ないですよね。重要事項を読むっていうのは、資格は必要なんですよ。これが宅地建物取引主任士という資格で、世間では宅建って呼んでるあの資格なんですね。でそれを持ってる人がね、この免許証みたいなのもらうんですよ。僕今、返してしまいましたけどね。免許証ももらって、それを、はい、私は宅地建物取引主任士、違う、宅地建物取引士でございます、名前変わったら変えんでええのに宅地建物取引主任士でございますっつって、免許証出して、ほいで、ではこれから重要事項を説明書を読み上げますと言って、こう読み上げていくわけですよ。で、その人じゃないとできない、本来ね。だから皆さんね、経験あるかと思いますけども、わーっとその不動産案内してもうてね、マンションでもアパートでも案内してもうたのが若い社員で、でいざ契約となったら、その上司みたいなのが出てきて、じゃあ私は説明しますってなるでしょ。それはどういうことかというと、その若い社員は宅建の資格をもらってないんですよ、取れてないんですよ。だから重要事項説明ができないということになります。でおっさんおばはんの社員に案内してもらったのに、その本人ではなくて、その違う人が出てきた場合は、それはその人も、そのおっさんおばさんの社員が持ってないということなんですよ。まあ最初に名刺もらうでしょ、名刺もらったら書いてありますよ、宅地建物取引主任士って。僕もね、吸ってますけどね、それね書いてあるんで、その人が資格ある人が読みます。
で、あのね、読まれる立場、つまり借りる立場、買う立場になった方はですね、まあ、あの退屈なんでね、ファーッと聞き逃すかもわかりませんけども、あの、まあ、物件見てね、納得されてるんであれば、まあ、途中はね、聞き飛ばしていただいて、まあ、悪くは、なんて、そんなこと言うとあかんですけど、まあ、聞いていただきたいんですけども、まあ、一番重要なところは何かと言いますとね、あの、最後、一番最後なんですよ。告知事項ってあるんですけど、あの、要はこれはお知らせしとかなければなりませんということなんですよ。それが最後の方にあって、では告知事項がございますんでとかって、で、それ読んでくれます。でね、大概ね、この読んでますけど、こっち手元にもらってますから、そこをね、見たらいいと思うんですけど、一番最後の告知事項。そこにね、やばいことはみんな書いてあるんですよ。例えば、このお部屋では3年前に自殺した人がいますとかね、そういう話はね、その告知事項に書いてあるんですよ。こういう事故がありましたとかね、こういう飛び降りがありましたとかね、そういうのは最後の最後に書いてあるんですよ、うん、だからね、最後のところだけ読んでも、まあ、あのやばいところは分かるということでございますね。だから、途中はね、まあ、後で読んだらええやん、後でっていうかね、その、大概ね、重要事項説明と契約って同じ日に同じ時間にやるんですね。で、重要事項、はい、納得とか、了解とか、お知らせしましたね、確かにと。で、お聞きになりましたねって、署名してくださいって署名取られるでしょ。で、その後で、はい、契約書です。で、契約は読みません。これ読む義務がないんで、大体不動産屋はしょります。国交省の雛形通りですとかって適当なこと言うて、ほんで、はい、ここにって。そう、名前書いて、判子してくださいになるんですけど、あのね、基本的なこと言いますとね、両方ね、読んでください。ほんまにね。相手が大手でも、基本的に読んでください。で、あのね、大概の取引の場合、あの賃貸とかやったらね、まだね、失敗こいでも傷は浅いんですけど、分譲というか、まあ、所有権を買う場合ね、まあ、自分のものになるわけでしょ。だもう大層なお金払うわけじゃないですか。それはローンやっつっても、ローン借りて払ってるんですからね、それは。大層なお金動くんで、あのその場でね、はい、これ契約書、重要事項説明書って渡されてね、させんなよと思うんですよね。でも、そうやってやってある人多いですよ、実に。大手でもそうしてますよ。で、それはね、最低限3日ぐらい前に PDF で送れよと。昔だと FAX で送れって言ったんですけどね、今は PDF で送れ。で、それは、あの、読んでチェックしていただいてね、で、何かここ分からへんっていうところはね、聞くべきなんですよ。で、聞いてね、納得できひんかったらね、契約したらあかんのですよ、本来。そのために、買い手保護のためにそういう決まりがあるんですね。だからね、あのそこはね、おろそかにせずに、本来は3日ぐらい前に送ってもらって、ほんで、呼んでからしますと、署名しますと、署名捺印しますということを業者に飲まさなあかんですよ。だってそんな何千万何億っていう買い物するわけでしょう。そんなその場では読めませんよ、そんなんって言って。そう言うた方が、そう言うたって立派なあれですからね、主張になりますからね。もうそんな人も間に合いませんとかって言われるんですね。直前でないと間に合いませんとか言われたら、そんな業者からこうたらあかんですよ、ほんまは。そんな仕事できひん業者からね、何千万もこうたらあかん、そんな。本来そういうもんなんですよ。でも業者は何かとね、こう面倒を避けたがりますから、なるべく簡単に済まそうとするんですね、傾向としてね。でも最低限、その場で重要事項読むのは、これはもうルールですから、それをもし端折ってしまってバレたら、資格停止とか業務停止になるんですね。それくらい重要なルールなんですよ、重要事項説明というのは。だから、最低限そこは読んでくれます。で、今申し上げた通り、理想的なことを言えば3日前に送ってもらう。で、でもこの日が契約ですとか相手に言われたら、そんな知らんわ、そんなもんと。俺は3日間かけてチェックするんやって言っていただければそれで OK。買い手強いですからね。まあ、買い手弱い場合もありますけどね、あの新築とかの人気物件で。そんな言われたら他の人に回しますって言われる場合も、なきにしもあらずですけど、普通のね、中古物件とかだったら買い手の方が強いんで、それはそういうふうに言われた方がいいと思います。で、大体ね、ことが起こるのは中古物件なんですよ。
例えば新築物件に事故物件ってほぼないわけでしょ。想定できにくいですね、新築なのに事故物件であると。中古物件の場合は事故物件があります。いろんな事件が起こっていたりとか、あるいはその周辺にね、チェックしてもらったけども検温施設ってあるんですね。宿泊施設とか休憩施設とかあるでしょ。あるいは人がお亡くなりになった時にお世話になる業者さんの施設があるとかね、そういうのは検温施設といいまして、それが あることはちゃんと告知をしなあかんというふうに決まってるんです。近所にこんなものがあります、あるいはこんなことがご近所では何週間に1回か、何月何日何月の第何曜日にはこういうことが起こりますみたいなことは業者が知ってる限りのことは書かなあかんのですよ。でどれを書くか書かへんかという基準は一応ありまして、買い手側がそれを知っていたら買わなかったであろう、あるいは借りなかったであろうようなことはと想定できるようなものは必ず書くというのがこれはルールになってるんですね。で業者がそれをね知っていながらね隠したらそれは業法違反になって割と厳しめの処分が下されるはずですというかね、あんまりねバレへんからねそういうことが起こることってあんまりないんですけどね。それで処分された業者っていうのはねこれねネットでわかるんですよそれぞれの都道府県のね、あれがあるんですよ、宅建業者を管理してるところ、名前はそれぞれ違うんですけどね、東京都やったら東京都なんたらってとこあるんですよ。お調べならすぐ分かります、ネットで、東京都庁宅建業者みたいなので調べたらすぐ出てくると思いますんで、そこで登録されてて誰でも見れるようになってるんですよ。かっこ悪い話ですよ。だからね、処分を受けてしまったら、だから業者もねそんなんで処分されてしまったらもう商売できないんで、処分はされないように最低限のルールは守るっていうのが当たり前になってるんですね。だから重要事項説明って割合その宅建業者にとっては厳しく適用されるルールなんですね。だから借りる場合買う場合というのはあらかじめ見るっていうのは本来です。でほんでどうしてもその場はその日になってしまったっていうんだったらその場でできる限り呼んでください。で聞いてください。で分からんことは尋ねてください。あんな尋ねたらね聞きまくってね夜中までかかったって業者も嫌がりますけどでも2つ3つ5つ6つぐらい聞くのどうってもないし、むしろその方がねお互い納得できて綺麗にね契約できるからね僕はいいと思いますよ。ただはいはいって目くらばみたいに反抗されて後でそんな知らんかったって言われた方が業者はめんどくさいんですよ。だから聞いていただけましたねって、ご承知で書類ご覧になりましたねってお読みいただけましたねって私説明しましたねって聞きましたねっていうのを確認した上で契約してほしい。まあ普通の業者はそう思うはずです。それがね重要事項説明というものなんで、まあ皆さんもね買う側借りる側に回ったらそういうおろそかにせずに、特に告知事項というところはチェックしてください。そこに書いてあることがわからんかったら聞いてください。そうすることによって失敗を防ぐことができると思います。はい、皆さんどうもありがとうございました。